まず氷が溶けますね。氷が溶けてくる。地球が熱くなってくるから。今度動物がいなくなっちゃう。動物が死んでしまいますよ。あと異常気象ですよね。今台風だとかすごいですよね。あそこのね、日本のせっかくの世界遺産でね、那智滝行ったことあります？あそこね、もう行けないよね。あそこね、あんな ああいった昔の人たちが一生懸命作ったのがこうあっちゃってるんですよ。でこれ熱帯性、これ伝染病。今タイすごいですよね、洪水で。そうするとあれが今度終わったらどうなると思います？もう水がすごいから、ゴミだとかそういったのもぐちゃぐちゃなんですよ。